いては7番中里優選手です。本日の試合の立役者と言っても過言ではないのではないでしょうか。攻守にわたり90分間走り続けました。今日の試合振り返ってみていかがですか。まあたくさんいい形で点を取れたことは良かったと思うんですけど、まあ、個人的にはちょっと課題の多い試合だったんで、次にもっと反省を生かしていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。そして本日は中里選手24歳のお誕生日当日ということで、会場からもおめでとうという温かい声が響いていますが、24歳の誕生日改めておめでとうございます。ありがとうございます。24歳の抱負教えてもらってもいいですか。まあ、今シーズンからまた新体制になる中で、まあ、この新しいサッカーでしっかり結果を残して参加をできるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。さあ、いよいよ来週はカップ戦の決勝、アイナック神戸を迎えての一戦です。決勝に向けての思い、意気込みをお願いします。まあ、さっき長谷川選手が言ってたように、まあ、相手同行というよりも、まあ、自分たちがもっともっといいサッカーをピッチの上で表現できるように頑張りますので、また来週もここ西ヶ丘で開催しますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。7番中里優選手でした。